デーネシュ・ジグモンディは、ハンガリー出身のバイオリン奏者。1922年、ブタペストに、デネーシュ・フーゴリー・デルマンとして生まれる。4歳の頃からバイオリンを始め、リスト音楽院でゲーザデクレシュ、デオ・ベイネル、イムレ・バルトバワーの各種の訓導を受ける。1944年に演奏活動を始めるに、際して、ハンガリー人としての出自を明らかにするために、ジグモンディ制に変更。 1947年にピアニストのアンネリーゼ・ニッセンと結婚。1972年からワシントン大学とボストン大学の客員教授を務めた。1978年にはビルヘルム・ケンプと妻のニッセントでホルツバウアー、音楽祭を設立した。ゼースハウプトにて没。トラウランザイガン、フォンデーネシュス・シグマンディ。ー。2020年6月10日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2020年6月10日閲覧。アーカイブ2020年6月10日ウェイバックマシン。アーカイブ2016年7月11日。ウェイバックマシン。ありがとうございます。